2011年11月19日福島県郡山市に来ています。郡山駅から南西におよそ2kmの住宅地です。福島第一原子力発電所からの距離はおよそ60kmです。文部科学省が発表した放射線マップによると、郡山市の中心部にはいわゆるホットスポットがあります。直径およそ 1.5kmです。この場所には教会やセントポール幼稚園があります。砂場らしきものにブルーシートがかぶせられています。大気中等放射線量は 0.10 マイクロシーベルトパーワーを記録しています。道路の端にほこりが溜まっていますので、放射線量を測ってみます。おはようございます。はい。このほこりの上では 16.41 マイクロシーベルトありますので、はい。こういうのが埃として舞い上がると危ないと思ってます。これやっぱり強制室にそれ履いて、こうやって、あ、もうオーバーしてるんだ。これやってるっていう。年齢はいつも年齢を知ってる。15.01 マイクロシーベルトパーワーです。